ゆけんです。ルミです。2人合わせてダメラジです。お願いします。はい、ということで本日は5月5日は子供の日。お子様の皆様、はい、元気でしょうか。元気でしょうか。ゴールデンウィークももうあと、ちょっとですが。そうですね、ちょっとですが。なので今日は子供の日らしく、はい、こちらを作りたいと思います。おダバーン、きた。お家で簡単王様のプリン、バケツで作るキングプリン。キングプリン、アヒル神と比べるとちょっとちっちゃく見えるんで牛乳 1.9 リットル使って作るキングプリンなんで、これは子供大歓喜だよ。このサイズで作るんだよ。お砂場のバケツよ。本当にな、本当にこれ、このサイズのプリンを作ります。はい、大人の皆さん気になるカロリー出た。このプリンの素と、うん、カラメルシロップの入ってて、うん、そこに牛乳足すんで、おそらく1000超えます。1000超える。はい。でもさ、こういうさ、でっかいやつって食べたくなかったんだけど、食べたかったよね。ホールケーキ食べたいとかと同じ感じで、プリンをバケツいっぱいみたいな、食べたい、叶えましょう、子供の夢を叶えると。今叶えたんです。素晴らしいな。はい、実はあのうちの母上がね、はい、はい、くれました。急に母上からしたら子供だから、子供だからね、合ってます、合ってるんだけど、子供の日です。急に、いや、ダイエットしてるとか言ってるはずだったんですけどね。まあでも子供に戻ってね、今日はね。そうですね、これをね作りましょう。はい、開けます。さあ、中身はどんな感じでしょう。はい、ほぼバケツ、バケツだ。こちらが、プリンの素、190g 入ってます。はい、で、こちらがカラメルシロップちゃんで、これ 70g 入ってます。結構な量で、そして、シンプルに、こちらですね、作り方が書いてありますだけだね。はい、ですね、こちら、ゼラチンなので冷やして固めます。うん、10時間。10時間はい、はい、これアヒル神作れる、これ。どういうこと。これはですね、やはりあの非常に火を使うので、お子様だけのご使用は、お子様だけで作ってはダメなものです。あぶね、お子様だけで作ってはいけません。こちら火を使うので、お子様だけで作ってはいけません。一人で決して食べてはいけないのです。なぜなら1000キロカロリー超えてるから。大丈夫、大人になったらね、1000キロカロリー余裕で食べる。いくよってことで作っていきます。はい、まずこの鍋に牛乳を 1.9 リットル入れます。いやー、すごいね、 1.9 リットル一気に牛乳使ってすごいよね。うん、これ牛乳苦手な人大変だよ。牛乳苦手な人は食べないでしょ。食べないのか。はい、100だけ抜いて 900cc も足して、これで 1.9 リットルです。ほとんど鍋いっぱいやん。すごいな。うちの一番大きい鍋いっぱいですよ、もう。で、ここにプリンの素、これを全部入れます。あ、うん、ほんのりなんか真っ白なお粉ですね。あー、なんかバニラっぽい。ほんのりバニラっぽい、うん、入って入れますよ、プリンの素。はーい、うわー、すげー。なんかちょっとピンクっぽい。なんかピンクっぽいね、今のところ。よいしょ、中火にかけて混ぜ混ぜしますよ。で、沸騰したいの火止めて、さらにかき混ぜて、粗熱を取る。はいはい、プリンの素固まってます。やばい。まあ多分、溶けていくでしょ、温まれば。結構ゼラチンというか、プリンの素が固まりやすいから、ずっと混ぜ続けた方がいいかも。どうですか、変化を感じますか。いや、とりあえず溶けたかなって感じはあるけど、まだ沸騰しないんだよね。そうね、うん、結構ね、大きいからね、沸騰するまで分かりそう。まあ、ただただ無心で、うん、そこをかき混ぜてます。だいぶ滑らかになった。うん、なんかね、最初の頃と比べるとすごい滑らかになってる ね。ちゃんとちょっと黄色っぽくなりました。ちなみに、龍拳さん、ゼラチン何から作られてるか分かります。分かりません。ゼリー何から作られてるか分かります。え、寒天。ゼリーって言ったじゃん。寒天だと、寒天ゼリーってあるけど、いや、よく分かってないんだよね、そこだへん。ゼラチンは、これちゃんと調べた方がいいかもしれないけど、うん、サメ。サメだったはず。あ、嘘、ごめん、サメって言ったけど、サメ限定じゃないや、全然。なんと、動物の皮や、動物の骨や皮に多く含まれるコラーゲンを熱水で抽出したタンパク質です。低脂質で炭水化物を含みません。ごめん、サメって言ったけど、サメは違います。違うんだ。寒天何からできてるか知ってる。知らない。ゆけんさん、何も知らないこと、知らないこと多すぎる。知らないこと多すぎる。これ動画のために知らないって言ってるわけじゃないからね、皆さん。うん、本当に知らないの、ゆけんさん。なんか多分ね、興味があることは調べるけど、興味ないことは全然調べないから。寒天なんて、ゆけんさん食べないもんね。うん、だってさっき俺、ゼラチン何でできてると思いますけど、寒天って言って食べられるかも。その寒天は何から作られてるのかって話です。わかんない。海藻です。海藻。海藻です。わかめとか。
わかめではないけど、はい、寒天とは天草、おごのりなどの赤いもって書いてある紅もこのこれ紅のもね、それの子たちの粘液質を固めたものを凍結乾燥させたものです。天草だね。うーん、海藻ですね。もうバケツ流し込みますか。うん、粗熱は多分取れたのかなって感じ。ちょっとずつ入れていきます。いやなんかすごいいい匂いするね、やっぱ甘い感じの、ね、お菓子の匂いだ。うわ、垂れちゃった。子供の頃ってこういうの垂れたり垂れたりしても全然気にしなかったね。嘘、いつから気にするんだろうね。俺子供の頃から気にしてたよ。うわっつってめちゃくちゃ嫌がってた。なんか夢中になってるとさ気づかないんだよ。例えばあの手汚れたりとかしててもあの感じなのかな。うん、はい、食べまーい。はい、あ、いいですね。なみなみだね。なみなみめっちゃ泡立ってるのすごく気になるんだけど、うん、まあ、いったひっくり返しちゃう。そうね、なんか、本当にこしたりとかした方がいいのかもしれない。はい、で、こちらね、もう冷めたら蓋をして冷蔵庫で10時間冷やすので魔法をかけてください。リュウケンさんの魔法ですぐにプリンが出来上がります。じゃあ、行きましょう。3 2 1キング、大きくて美味しいキングプリンです。はい、ということで、はい、キングプリン、キングプリン約10時間、まあ、以上10時間以上しっかりしっかりと冷やしました、うん、出したいと思うんですが、ワクワクすんね。一応説明書でもあの周り、うん、ひっくり返すだけだと取れないかもしれないから周りちょっと竹串とかでつついてくださいって書いてあったんで、これを使ってこれガシャってちょっと隙間開けて、うん、ここにひっくり返そうと思います。はい、じゃあ開けましょう。まず開けましょう。ほい、うおー、うわ、うん、硬さは大丈夫そうです。じゃあ空気をバスバス最初にやっちゃおうか。そうだね、やりますよ。見えます、うん、はい、じゃあこんな感じでこうお皿入れて、はい、ひっくり返すのでお願いします。はい、じゃあいきますよ。ほい、せーの、はい、せー、え、もう行った、もう下にもう押しに来た。ちょっと置いたら、ま、ね、あ、来てますね。来てる、来てんじゃない、ここ来てる感じしない、わかんないけど、せーの、はい、お、あ、来てない、来てない、来てない開け、あ、あ、あ、今ドスンって落としたよね。今ドスンって、今ドスンって来たよ。これいいんじゃない。よし、はい、それではお披露目です。はい、キングプリン、せーの、ボーン、うわー、手でー。あ、ちゃんと中綺麗です。いった、あ、いったよ。すごーい、でっか、これはでっかい、綺麗ですね、割と綺麗、綺麗、綺麗に取れました。プルプルや、プルプルですよ、見てください、プルプルこのプルプル、はい、すごいすごいすごい。で、これを、はい、最後このカラメルシロップかけて、うん、食べるってことですね。やったー。じゃあかけます。はい、うわ、もうまんまプリンや、すごい、プリンで、でっか、うわ、これ、はい、こんな感じです。うわ、すっげえ、はい、もう、あれじゃ完璧にプリンだよ。もう、見てください、こちら。じゃサムネを撮ります。あ、サムネ撮りますってことで、早速はい、いただきます。いただきます。うわ、うわ、これどっか行く、バケツプリン、やば、でかい。俺、スープも今回カレー用のでっかいスプーンです。そうですね。うわーい、いきます。よいしょ。うん、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 美味しいね。カラメルがうめえ。カラメルがうまいね。プリン本体の味は実はそうでもないかもしれない。本当？あ、なるほど。ちゃんとあれだ、カラメルが甘いからその分プリン本体は甘さ控えめです。おー、だって下のカラメルがさ、カラメルがちょっと大変だったっすね。やばいことになってきてるんだけど。やばい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 、本当に贅沢だね。うん、なんかすごいよこれ。こんなにカラメルつけないとたまんねえね。うん、なんか夢のような、子供の頃の夢ですよ、うん、これは。これ多分あれで、あのおじゃる丸めちゃくちゃ喜びやすい。おじゃる丸プリン好きだよね。おじゃる丸プリン好きだよ。まだやってる、おじゃる丸。いや、やってんの、まあ、どうなんでしょうね。で、おじゃる丸のプリンの食べっぷりを見て、うん、あれ見るたびに食べたくなっちゃって、うんうん、買いに行くんだよ。ちょ、プリン食べたいっつって。わかる。あ、ちょっと秘密兵器を持ってきます。ん、来たよ。はい、こちらね、あの、チョコレートシロップ、はいはいはい、あとはこれは待ってたメープルシロップです。来た、どうぞ。なるほどね、トッピングですね。トッピングですね。味変します。確かにね、味変しないとね。ちょっとかけよう。ビャーってしたらいいと思う。ビャー、ビャーでいいですか。ビャー、あー、すごい。はい、こんな感じでビャー溶けました。もはや何なのこれは。いや、でもプリンチョコ全然ありだからね。ありあり、パフェだって入ってるぐらいだからね、プリンね。イエス。
なんか甘みが消えた気がする。あのね、プリン本体にそんなにやっぱ甘くないからだね。カラメルの甘さすっごい強いですよ。メープルシロップ、うん、かけますよ。キャラーニュース、おーい。あ、メープルがうまい。メープルうまい。あのソース何でもかけたらうまいの面白いな。黙々と食べてるとさ、うん、お腹冷えてこない？冷えてくるよね。あったかいのようなあった方がいいっすよね。これさ、今日全部食べる？俺もいつ言い出そうかと思って。もう3分の、残り3分の1ぐらいなんですけど。あとね、いやそう、あのね、うん、最初のやっぱりさ、最初一口とか、うん、めっちゃ美味しいじゃん、うん、だんだんさ、うん、やっぱさ、飽きてくるよね。だから俺はちょっとここでこれを全部食べきってしまうと、うん、せっかくのキングプリンが、うん、もうもったいないと思ってきた。なるほどね、うん。でこれはちょっと一回取っといて、うん、まあ、明日のまたデザートにしよう。なるほど、わかりました。どうですか？確かに、いいと思います。はい、ということで、ということで、一旦ごちそうさまです。すごい形ですけど、一旦こちらでごちそうさまということで。そうですね。明日のごちそうさま、後日ゆっくり食べます。ごちそうさまでした。二人がかりでもね、冷えますね、うん、今日ちょっと寒い日なんだけど、余計冷えるし、と味に慣れてきちゃうから、味慣れてきてます。またちょっと後日食べようと思います、うん、はい、はい、ということで、はい、寒い。やっぱね、この量のね、冷たいプリンはね、冷える。冷えるね、体冷やすから。あの、ぜひね、あのみんな食べるときはゆっくり少しずつがいいと思います、うん、いい。お時間でパクパク食べれちゃうんだけど、うん、少しずつ食べてください。そうですね。でもこれは結構子供もね、喜ぶんじゃないかなと思いますね。ね、あんなでっかいね、プリン ね、うん、ね、楽しかったよね。そう、意外と作るの簡単ですね。そう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 、溶かしてパッと冷やせればいいので、うん、家族でみんなでわー食べれるからいいと思います。そうそうそう、うん、美味しいし、楽しいし、最高ですね、はい、最高ですね、ピンクプリン。はい、もし見かけたらぜひ作ってみてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よくならチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、また2023年中にチャンネル登録者1000人目指してますので、応援よろしくお願いします。動画は毎日夜8時に更新してますので見てね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンとルミンでした。一体お疲れ様です。大丈夫ですか？締めの挨拶。お疲れ。お疲れ。